脇坂も下部組織から阪南大を経て、はい、この川崎に戻ってきました。あ、いいね、インターセプト斉藤学。脇坂は背後を狙います。そこを使った斉藤。脇坂折り返した、いいボールだ、決めました、長谷川です。2対0、その差を広げます。川崎フロンターレ完全に相手の前に入りました。長谷川、まあこれは、まあ、クロスを上げた脇坂もいい間に入れましたけれども、やっぱその前に取った斉藤の守備ですね、はい、そこからスタートしてるんですよね。で奪ってから脇坂へ、脇坂がゴールキーパーとディフェンスラインの間に速いクロス、それを逆サイドから長谷川が入ってきて左足で押し込みましたね。これやはり斉藤学のいい守備から始まったこのゴールですね。で今仙台の選手たちはオフ